島田紳助が公の場に出た前日、絶対潰す東京03事件を完全再現した関根勤内通閣に波紋広がる。あの島田紳助が久々に公の場に姿を見せ、話題になっている。1月6日、大阪エディオンアリーナ大阪で行われたボクシングイベント、3150ファイトボル4に来場したのだ。3150ファイトのファウンダーである亀田恭騎士のリング挨拶で、僕が昔から大好きな兄貴分、こうして座って見ていただけるのを嬉しく思います、と紹介を受けたという。また亀田氏のインスタグラムには、紳助とサイバーエージェントの藤田新社長とのスリーショットもアップされた。SNS ではその66歳とは思えぬ若さに驚きの声が上がり、同時に藤田新氏が運営会社の社長を務めるアバマトブナーピの紳助の芸能活動復帰も取り沙汰されることとなった。ところでくしくもその前日、ある大御所の YouTube チャンネルで紳助の思わぬ暴露があった。関根勤である。コラボ関根かけるナイツ各芸能界の闇 TBS 感謝祭り衝撃事件の真相を暴露。と題し、ナイツ各選手と対談し、ある意味怖かった芸能人について語っていくというもの。紳助の怒声、多い。絶対潰す花輪はちょうど紳助がお笑いトリオ東京03を同活したという TBS オールスター感謝祭り2009年10月3日放送の場に居合わせたのだという。まとめると、感謝祭り後半が始まり、出演者が休憩からまだ戻りきっておらず、サーカス団、シルク・ドゥ・ソレイユがパフォーマンスする中、多い。絶対潰すという声が聞こえてきて目の前で飯塚さとしらが紳助に胸ぐらをつかまれていた。一番驚いていたのはパフォーマンス中のシルク・ドゥ・ソレイユで一番上の人がバランスを崩しそうになっていたとか。また、刑事ドラマの主役や水戸黄門の出演者など、正義の味方みたいな人が誰も助けず、唯一西川のリオがとどめに入っていて、かっこよかったとのこと。本当に怖かったですと締めくくっていた。この事件、東京03が紳助の楽屋に挨拶に行かなかったこと、あるいは感謝祭り本番中のクイズ、東国原英雄に、東京03のユニット名を答えさせるというもの。知らんそんなん知らんてを連発した紳助に東京03が不満そうだったが伏線になっているなどと囁かれているが、引き金になった出来事は未だに謎だ。しかし今回ナイツ閣という間近で見た人物が証言したことで、絶対潰すという発言など改めて事件のリアルさが増したのではないだろうか。勢い余って飛び出した、紳助 VS 西川清、また関根も花輪に乗っかり別の紳助ネタ暴露。同じく感謝祭りで横山ノックさん、漫才師で元大阪府知事、2007年に死去、おこのハゲチャビンのようにいじった紳助に西川清が、いやーこれは、紳助くんにはちょっと注意をしなければ、いくら何でも失礼だノック先生に、と憤慨。番組終了後、清が紳助のところに赴いたところ等のノックさんが割って入り、紳助くん、おもろかったで、またよろしく。と、機嫌を制したため、清は、もうええ、と、注意を諦めたのだとか。関根と花輪はその他にも、紳助に本気のタックルをかましたドランクドラゴン鈴木拓、名優、甲型剣さんに切れた上沼恵美子、などリアルな暴露を連発。芸能史の生き証言のような回になったのであった。それにしても、紳助の恫喝沙汰を暴露した次の日に、彼が姿を見せ、復帰が取り沙汰されたのは間が悪いように思えるのだが、確かに関根さんもチャンネル登録者数は10万に満たず再生回数も10万を超えることはあまりなく、自分のチャンネルを少しでも盛り上げたいと思って禁断の暴露会をやってみたのかもしれませんね。でも関根さんはお笑い界でもトップレベルの大御所ですし、花輪さんも M の1グランプリの審査員を務めるほどの実力者なので、この動画が何かに悪影響を及ぼすことはないと思いますよ。紳助さんが近々にテレビに復帰するということもまずないと聞いていますし、スポーツ神ベテラン芸能記者。そもそも紳助と東京03の騒動はもう約13年前の出来事。
今では関根花輪ほどの話術に優れたタレントならこのようにネタにできるくらい程よく風化したということなのだろう。それにしても久々に公の場に出た新助、昔のギラギラ感が抜けて何かを悟ったような柔和な表情に見えたのは我々だけであろうか。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。